はい、リップラップの矢崎です。本日は7月の5日かな、日曜日、久しぶりに、うちも釣り大会を、やりました。2ヶ月かな、2ヶ月ほど休みまして、ちょっとまあ平常を取り戻しつつある感じでございます。琵琶湖品に来ております。一番近いんでね、品来ました。まあ春節卸もにボートがいっぱい並んでますね。釣れてるんでしょうか、どうでしょう。ということで、今現在7時過ぎぐらいなんですよ。おとついかな、一昨日、1日2日前に大雨が出て、大水出ましたということで、この濁り、それで、現在7時、開始は6時からスタートしましたが、1時間経っても、釣れてないと。なかなかうちのメンバーもベテランでやり手の人多いんですけど、ちょっと魚が落ち着いてないような感じです。さあ皆さん、この濁りどう対処しましょうか。どうするかな。僕だったらマンメイド、このエリアね、ちょっと結構時期的にはフラットで沖のウィードが突き出すんで、ポロポロ釣れるかなと思って、まあコロナもあったしこのエリア選びましたが、やっぱちょっとそやな、各水路は濁流になってるし、水安定してるとこはなさそうやし、ちょっとこれは難しいですよ。巻き倒すか止め倒すか非常に、難しいコンディションになっております。まあ涼しいので、これぐらいの方が熱中症も大丈夫ですし、まあ釣りは楽しくできるかなと。まあ釣れようが釣れまいが、魚釣りは外に出て気持ちいいと、そんな感じでございます。では今朝、品からお届けいたしました。じゃあね、チャンネル登録よろしくね。